はいどうも、芸能事務所の社長をやっております MJ と申します。今回は芸能オーディションでは自己紹介はするなという衝撃的なテーマで動画を撮らせていただきたいと思います。皆さんね、芸能オーディション受かりたい、そういう風に思ってますよね。でオーディションの前日とかにね、受かったらいいな、どんな自己紹介にしようかなって皆さんね考えてると思います。考えますよね。ただしですね、これ気をつけてほしいんですけども、自己紹介するとオーディションは基本的には受からないと思った方がいいです。例えば皆さんね、これから、戦隊ものに出たい、戦隊もののオーディション行こう、はたまた女の子だったらね、朝ドラ出たいな、声優さんだったらアニメ出たいなとか、あとは映画俳優で映画出たいから、そういったオーディション行くと思うんですけれども、こういった作品オーディションで自己紹介すると全部出れないです。オーディション落ちてしまいます。オーディションではね、自己紹介じゃなくて〇〇をした方が実はいいんですよね。これをやるだけで2倍以上は合格率がアップします。ちなみに MJ 自身は芸能事務所の社長をやりつつもキャスティング事業ってもやってるんですね。最近では超有名ゲームのデッドバイデイライトの CM に、まあ、弊社のタレントですね、メインのキャストをもう2名キャスティングさせていただいてました。そんな感じで MJ 自身がね、オーディションの審査員もやればキャスティングすることもあるんですけれども、そこでも自分自身がね、現場で見て、オーディションで、こう、〇〇をやってる人が受かりやすいなっていう傾向を見つけたんですよ。もう MJ 自身がキャスティングやってるんでね、この言葉ぜひ信じてください。で、オーディションで自己紹介してはいけない理由、気になりますよね。で、MJ が見つけた〇〇をしたら受かりやすいよ。この受かりやすい傾向、知りたくないですか？今回の動画では皆様に特別にこれを教えしたいと思います。で、MJ はね、芸能事務所の社長やってるんで、まあ、事務所のタレントしか参加できないような勉強会やってるんですね。で、基本的にはそこでしか教えてないオーディションの裏技っていうのを、まあ、今日の動画で無料で教えちゃいますので、オーディション受かりたいなって思ってる方は、この動画、ぜひ最後まで見てください。で、本題に入る前に一個宣伝なんですけれども、MJ が社長となってやってるオーディション、芸能事務所ですね。タレントを募集してますと。で、今度11月13日にオーディションあります。ぜひね、タレントをやってるんです、俳優声優目指してるんですって方ね、MJ の事務所に興味あるって方は、オーディション情報がね、書いてあるんでね、概要欄に MJ の LINE があります。この LINE 友達追加していただければ、オーディション情報、詳細わかるので、ぜひオーディション興味ある方は、概要欄の MJ の LINE を友達追加してください。はい、ということで本題に入りたいと思います。本題に入るんですけれども、オーディションにまだ行ったことない人であったり、まだ 2,3 回ぐらいしかオーディション行ったことないんだよなって方のために、初心者向けにオーディションはこんな感じなんだよっていうのを説明したいと思います。オーディションはまずこのように行われます。1番目、書類選考が行われる。次に2番目、対面もしくは今の時代だったらズームでオーディションが行われる。そして3番目、オーディションに受かった人が採用されて現場に行きますよ。こういった流れですね。じゃあ1番目からどんな流れなのか、どうやったら受かりやすいのかっていうのをしっかり説明していきます。まず1番目、書類選考。これは書類なので、プロフィールを提出するんですね。このプロフィールには写真と、あと経歴、例えば、こういったドラマに出ました、こういった作品に出ました、こういった CM に出ました、はたまた SNS やってる人は SNS のフォロワーが何人ですって、URL ですね貼ったり、あとは自己紹介的な趣味特技をプロフィールに書いたりします。例えば趣味映画鑑賞ですとか、特技、ドッジボール得意ですとか、ドッジボール得意って人いるんですかね、はい、バスケットボール得意ですみたいなね。でこういう、まあ、自己紹介が書いてあるプロフィールっていうのを提出します。はい。で、このプロフィールを見て、良ければ、あ、なんだこの応募してきた MJ って人、なんか、特技がダンスで、趣味映画鑑賞、気になるな、よし、ちょっとオーディション呼ぼう。っていう風に、オーディションに呼ばれるんですね。はい。1番目、この、書類選考の通過率を上げるにはってまずお話しします。対面のオーディションに呼ばれるためには、書類選考を通過しないといけないんですよ。例えば、書類選考で書類提出した時に写真がこの人ダメだなってなったらそれで落とされます。だから通過率を上げるために大事なことっていうのは、まずお金をケチらないことです。これすごいね、皆さんやりがちなんで気をつけてください。例えば、写真ですね、プロフィールは宣材写真っていうのを貼るんですけれども、これをお金をケチってたまにね、自撮りで貼っちゃうとか、はたまたお父さんに撮ってもらった、友達に撮ってもらったっていう写真をプロフィールに使っちゃう人いるんですけど、これは絶対やめてください。本当にオーディション受かりたいのであれば、まず書類選考、これ一番大事です。これ受かんないといけないので、お金をケチらずに、もうプロのカメラマンにお願いする。2万円、3万円払って、プロの、芸能専門のプロのカメラマンにお願いしてください。
なんか知り合いがたまたまカメラマンやってるからお願いするよとかじゃなくて、もうその道のプロにお金を払ってお願いする。そして写真を撮ってもらうんですけど、この時に写真を使い分けるっていうのもポイントです。例えば高校生役のオーディションに行くのであれば、じゃあ学生服を着ていくとか、はたまた社会人のオーディションであればスーツを着て写真を撮るとか、はたまた、じゃあ、私は野球をやってる、特技野球ですと。で、なんか野球部員の役募集になったら、野球のユニフォームを着た写真を撮るみたいな感じで、そのオーディションによって写真を使い分けるっていうのがすごい大事です。はい。そして、あと書類において大事なことは、相手が求める特技を書くっていうのも結構大事ですね。例えばじゃあさっき言ったように、野球のオーディションですってなった場合は、特技にもちろん野球って書いてあるんですけれども、そのオーディション用にちょっといじるんですよ。なんか野球は甲子園に行き、こういう経験をしました、なので私の経験からすごいリアルな芝居ができますみたいな。まあ、中には事務所によってはプロフィールにそういうなんか PR 的なの書いちゃダメってとこもあるんですけれども、 MJ は書いていい派なので、そういったプロフィールにしっかりと、自分の PR を書いていく。で、この PR っていうのは案件によって変えていく。例えば、じゃあ、野球じゃない、だからなんか会社員の役ですよっていうオーディションで野球の PR をプロフィールに書いてもあんまり受けないんですよ。逆に、野球のオーディションだったら野球のプロフィール、プロフィールに野球の特技とか野球の PR を書くことで、これは、かなり受かりやすくなるっていうところですね。なので、まあこれ面倒くさいからやってない人いるんですけれども、書類選考で書類プロフィール作るじゃないですか。これ案件によって使い分ける、写真使い分ける、PR 使い分けるっていうのができるとかなり通過率が上がります。そしてもう一個、経歴っていうのも見られます。プロフィールに例えばこう出演歴っていうのを書くんですね。舞台に3本出ましたとか、こういったドラマに出ましたとか。でここでポイントがあって、経歴の数イコール年齢の数だと受かりやすいです。例えば、皆さんがじゃあ16歳、高校生16歳なのであれば、経歴が16個ある。皆さんが20歳なのであれば、20個の経歴がある。と、通過率が上がりやすいと言われているので、ぜひ、書類選考を受かりたいよって方のために、経歴を増やすためにいろんな仕事をやっていくといいんじゃないかなと思います。最初は全く経験ゼロだったら、もうエキストラでもいいからしょうがないから始めて、まあ、中にはね、エキストラなんかやりたくないって思ってる方いると思うんですけれども、やっぱり経歴の数が見られるので、例えば、なんか、ドラマのエキストラとかでもいいんですけど、行って、ただその、プロフィールにエキストラって書かなきゃいけない。なんか、学生役みたいな感じで書けば、ちょっと見栄え良くなったりするんですね。まあ、そうやって経験ゼロのうちは、ちょっとずつ経歴増やしていく。エキストラとかでもいいから。でも、エキストラでなんか15個とか16個とか20個経歴できてきたら、次はエキストラじゃない経歴を増やしていくっていう感じに、徐々にいい経歴を増やしていくようにすると、通過率が上がります。で、ちょっと長くなっちゃったんですけど、書類選考が受かってからようやくオーディション呼ばれるんですよ。今日オーディションで自己紹介するなって話なんで、こっから本題ですよ。はい。オーディション、今度は対面もしくはズームでオーディション行われます。ここで大事なのは、自分が PR したいことを PR するのは良くないですよ。逆に、審査員及び監督もしくはスポンサーもしくはクライアントが求めることを PR するのが有効的ですよっていうお話です。例えば、じゃあさっきの例で言うと、じゃあ会社員の役のオーディションですってなった時に、私は野球が得意ですって PR してもオーディションでね言っても、これあんまり意味ないんですね。そうじゃなくて、私実は昔会社員だった経験があるんですね。ブラック企業で働いてて、ね、すごい上司にいじめられて会社を辞めたみたいな経験があるんですよ。だからそういうブラック企業で雇われた役はすごい得意ですみたいな PR をすると、審査員からすると、あ、この人リアルな演技できるかもなって言って受かる可能性が上がっていくってとこですね。だからもう本当に気をつけてできるのは、自分が PR したいことを言うな、審査員、監督、スポンサー、クライアント、IT が求めることを言うってのがすごい大事です。はい。じゃあ他の例、例えばじゃあ恋愛バラエティ行ったとします。恋愛バラエティ皆さん見たことありますかね。いろんなのありますよ。コイントスとか、テラサイトはもう終わっちゃったんですけれどもね。アベマだったらトナコイとか教室とかあると思うんですけれども、今後皆さん恋愛バラエティ入れたいなと思った時に、恋愛バラエティのオーディションでどんなこと言ったらいいかっていうお話なんですけれども、まず恋愛バラエティって番組のクライマックスは告白もしくは振られて別れる、そういったシーンがあるわけじゃないですか。そういったシーンで泣いてると映えるんですよ。恋愛バラエティって、まあ、見たことある人は分かると思うんですけれども、やっぱ泣いてると映えるんですね。だから、そういった恋愛バラエティのオーディションに行った時は、涙もろいエピソード、そういった話をしていくと有効的です。はい。で、オーディションっていうのは、
アピールできる時間限られます。まあ、これはお家によって違います。大体ただ自己 PR30 秒から1分ぐらいで自分の PR をしていかないと思ってください。まあ、中にはなんか長めに3分、5分話を聞いてくれるって場合もあるんですけれども、そういうオーディションも稀なので、基本的には30秒、もしくは1分ぐらいで自分の価値を伝えていくっていうのが大事です。だから、もう、習ったらしく話さずに、必要な情報を絞って的確に伝えていくっていうのが大事です。はい。なので、皆さん、長々と自己紹介しないようにしてください。はい。で、ここから本題というかタイトル回収なんですけれども、今日僕タイトルでね、オーディションで自己紹介するなっていう動画のね、タイトルつけました。これ自己紹介するなってどういう意味なのか。結論。簡単な自己紹介っていうのは、書類を見ればわかるんですね。さっき、まず最初に書類選考があります。書類選考で受かったらオーディションですっていう流れですっていうお話をしましたよね。だから、オーディションに呼ばれてる皆さんっていうのは、すでに皆さん、あ、どんな人が来るかなって審査員ある程度分かってるんですよ。で、書類の自己紹介に、例えばじゃあ、特技、野球とか、趣味、映画鑑賞とか書いてあるわけじゃないですか。だから皆さんの自己紹介、実は審査員ほとんど把握してるんですよ。見れば分かるから、書類。なのに、30秒、1分しかない自己紹介で、なんか、自己 PR で、なんか、書類に書いてることを同じこと言っちゃうと無駄だよっていうお話なんですね。はい。じゃあ悪い例、お話します。書類、じゃあさっきやりました。書類選考。書類に、趣味、特技、趣味、読書、映画鑑賞、特技、ダンスって書いてあります。書類に書いてあるのにオーディションに行ってって、はじめまして、藤原徹と申します。僕の趣味は読書と映画鑑賞です。そして、特技はダンスです。よろしくお願いします。っていう自己紹介したら無駄なんですよね。だって書類見ればわかるじゃん。書類見ればわかることをそのまま言っちゃうって無駄なんですよ。だから、どうすればいいかっていうと、書類に書いてあることって審査員が聞いてくれます。例えば、じゃあ書類に映画鑑賞、趣味映画鑑賞って書いてあったら、審査員が聞いてくれるんですね。君、藤原くん、映画鑑賞が趣味って書いてあるけど、最近見た映画何かなとか聞いてくれたりするんですよ。またまた特技だったら、特技ダンスって書いてあるけれども、よかったらちょっと今ダンス披露してみてくんないみたいな感じに、審査員が気になったら聞いてくれるんですね。だから、書類に書いてあることっていうのは、あんまり言わない方がいいです。じゃあ、おすすめの PR 何すればいいかっていうと、なぜその作品に応募したのかっていう理由であったり、はたまた自分の過去の話をするっていうのがおすすめです。ちなみに自分の過去の話するときは不幸エピソードを言うっていうのがめちゃめちゃおすすめなんですね。はい。例えばじゃあ恋愛バラエティ、さっき言ったんですけれども恋愛バラエティだったら、じゃあ、なんで自分がこの作品に応募したのかっていうの、もしくは、自分の過去の話ですね。例えばじゃあ過去に私浮気された経験あります、はたまた実は過去の恋愛で私浮気したことあるんですよねみたいな、で、親友が実は浮気してたんですよみたいな、そういった過去にあった恋愛エピソード、事実を全部話しましょう。はい。で、そういった恋愛のトラウマがあるんで、今回恋愛バラエティに応募させていただきました。で、今回この恋愛のトラウマをもう直したい。だから、このオーディション、この番組に参加して、自分の人間として恋愛のレベルアップしていきたいんです。だから応募しました。みたいな感じに、自己 PR していくのがいいです。もう間違えても趣味、読書、映画鑑賞、特技、ダンス、野球ですとか言わない方がいいです。この30秒1分、限られた時間は審査員が求めることを言う。そして自分の経験であったり、何人のオーディションに参加したのかっていうのを言う。これが大事です。はたまた次、じゃあ、事務所のオーディション。今、さっきはじゃあ恋愛バラエティのオーディションだったんですけれども、まだ芸能事務所入ってないよって方いますよね。そしたら、芸能事務所のオーディションでは、なんで俳優になりたいかっていうのを言うといいです。例えば、私は過去にいじめられてたことがあります。もしくは、昔実は親に虐待されてました。みたいな。そういった、まあ、過去のエピソード。できれば不幸話がいい。で、これはある人は言ってください。ただ、ない人は、不幸な経験なかった人は嘘を言う必要はないんで、本当のことを言えばいいです。はい。で、書類には書いてない、もしくは書類には書けないが、オーディションの場で、自身の辛い経験と過去の自分と同じ境遇の人を助けたいみたいな、そういうのを、言えばいいじゃない。なんか、書類でそういうの書くと長ったらしいんですけれども、オーディションでそれ言うのは結構いいっていう、そういった感じですね。はい。で、ここでちょっと皆さん、MJ で不幸話するといいよってお話ししました。なんで不幸話なの？気になったかというと思うんですけれども、これはね、審査員の気持ちになって考えると分かりやすいです。じゃ、例えば、皆さん、オーディションの審査員になったと思ってください。じゃあ、オーディションに2人の人間が来ました。1番の人、僕は人気者になりたくて、チヤホヤされたくて俳優目指してますっていう人。2番目に来た人が、
実は私は、自殺しかけた経験があります。でもこういうドラマを見て思いとどまった経験があるんですね。で、私はドラマを見て俳優さんの芝居を見て救われました。だから、自分みたいになんか自殺しかけてるよ、悩んでるよ、そんな人を僕の芝居で助けたいんです。こういったじゃあ二人がいたとしたら、多分皆さん後者の方がなんか作業してあげたいなんて思いません？なんか過去に不幸なことがあったとか、それを乗り越えたみたいな、そういう経験で人を勇気づけられたりするし、オーディションの審査員もこの子は芯がある強い子だなって思うんですよ。だからもし仮にね、不幸なエピソードある人はもうこれめっちゃ言った方がいいです、オーディションに。なんならオーディションの審査員が泣いちゃうことあるんですよ。なんかこの子本当にいい子だなって泣いちゃうこともあるんですよ。泣かせたら勝ちなんです。なんか俺人気者になりたいですってこうだと泣かないですからね。はい。で、ただ、嘘はつかなくていいですからね。本当に辛い経験ないんですよねって方は、それは嘘はつかないです。ただ、やっぱり、なんか人間なんで、過去にそういう経験あると思うんですよ。思い出してください。辛い経験とかね、封印してる方多いと思うんですけれども、それは暴露した方がいいです。はい。過去にあったトラウマ、辛い経験、隠しがちなんですよ、人間。自分の弱いとこ見せたくないんで。でも皆さん、俳優、声優、タレント目指しているのであれば、自分をさらけ出していくのがすごい大事。それを出せる子っていうのは、かなりオーディションとか、事務所からは重宝されます。なので、勇気を出して言いまくった方が、実はオーディションの合格率上がりますよってお話ですね。ちなみに MJ は、高校の時のあだ名が、マジで邪魔、略して MJ なんですよね。これ、隠さずにずっと言ってるんですよ。つまり、いじめられてたんですよね。でも、いじめられてたって過去を隠さずに、本当にマジで邪魔、略して MJ だったんだよって、バーっていうことで、まぁ、ちょっと好感度上がるんですよ。なんか、僕は今オーディションに行く立場じゃなくて、もうオーディション審査員の立場なんですけれども、例えば取引先のね、クライアントさんとかに、MJ と申します。なんで MJ なんって言われるんですよ。高校の時のあだ名マジで邪魔、略して MJ なんですって言ったら、ウケるんですよ。で、マジで本当にいじめられてたの、君すごいねみたいな感じになって好感度上がったりするんですよね。っていうこともあるので、実際にやっぱりいじめられてたとかそういう経験ある方は言っちゃった方がね、いいんじゃないかなと思います。あと、ヒカキンさんも YouTuber で人気だと思うんですけど、人気理由に、ヒカキンさんって、ヒカルキン、略してヒカキンなんですよ。これ、先輩にいじめられてたみたいなんですよ。うわ、ヒカルの金がついたヒカキンだみたいな。これを、名前に。そういうのがヒカキンさんなんですよね。ヒカキンさんそんなイケメンじゃないけれども、そうやって自虐ネタとかで、好感度上がってるので、ぜひ皆さん自虐ネタある人は自虐ネタあったら好感度上がるんじゃないかなって思います。はい。 MJ なんかね、毎日自虐ネタ言ってます。はい。毎日自虐ネタ、略して MJ、 僕の名前 MJ って言うんで、毎日自虐ネタ言ってる、略して MJ と覚えてください。はい。はい、ということでね、今日の動画まとめに入っていきたいと思います。結論、まず1番目、書類に書いたことを自己紹介でそのまま言うのは本当にもったいないです。自己紹介っていうのはね、PR、30秒、1分、そんぐらいしかないです。例えば、趣味、特技に、趣味、映画鑑賞、読書って書いてあって、ダンスが得意って時に、MJ です。趣味、映画鑑賞、読書です。特技はダンスですって言うんじゃなくて、自分はこういう人間なんだ。なんでこのオーディションに参加したのかっていう、志望理由とかを言った方がいいですよ。で、審査員は書類見てるんで、皆さんのこともある程度見て、あ、この子いいからオーディション呼ぼうってなってるんで、気になったことは審査員が聞いてくれます。君ダンスが特技なんだ、ちょっとダンス見せてくんないみたいなこと言ってくれるんで、書類に書いたことそのまま言うのはほんともったいないです。あとは、審査員が求める情報発信をするのが大事ですよ。はい。求めてる情報、略して MJ、あ、僕の名前 MJ っていうのでね、求めてる情報発信をするのがいいですよっていうことです。はい。そしてこれはおまけ程度なんですけれども、過去に不幸エピソードがありました、いじめられてた経験あります、なんか親になんか虐待されてた経験あります、実は ADHD なんですみたいな、生きづらい世の中でした、でも本気で俳優目指してますみたいな、こういうことがあって乗り越えました、そういった不幸エピソードがあるならオーディションで話すと受けがいいです。はい。嘘をつく必要ないんですけれども、そういった過去のトラウマとかある人はバンバンさらけ出してきた方が、オーディションの審査員が泣いちゃって採用されることあるんで、ぜひ、恐れずに自分を PR していくことが大事なんじゃないかというふうに思います。はい。ということで今日の動画は以上です。ここまでご清聴いただきありがとうございました。はい。ですね、MJ のこの YouTube はですね、普段は俳優さん、声優さん、タレントさん向けに、オーディションの合格方法であったり、俳優声優として売れていく方法、はたまた SNS のフォロワーを増やしていく方法なんかを投稿しているのでね、ぜひ今後も勉強したいよ、MJ と一緒に勉強したいよって方は、チャンネル登録して一緒に学んでいきましょう。いつも勉強している皆さん偉いと思います。大体の俳優声優さんって勉強しないで遊んだりするんで、そういうね、ところをね、皆さん勉強してるってことは、もうライバルと圧倒的差がつけられて、もう意識の高い俳優声優になれるのでね、チャンネル登録して勉強してる皆さん、ほんと偉いと思います。ぜひ、今後もね、これから一緒に勉強していきましょう。はい。最後にですね、特典パートあります。特典パート。
今日の MJ っていうのを発表しております。はい、今日の MJ、 過去の不幸話をしたらウケるって話をしたんですけれども、昔の自分をぜひさらけ出しましょうということで、昔の自分略して MJ、 あ、僕の名前 MJ ということで、昔の自分略して MJ と覚えてください。はい、特典パートでは全然関係ない、略して MJ を話したりするんで、MJ どんな略なのか気になるな、今日の MJ なんだろうなって気になる方はエンディングなどの特典パートもぜひ見てください。はい、ということで今日の動画は以上です。バイバーイ。